東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。顕微鏡による審査診断、そして麻酔をしない、歯を抜かない治療を行っております。前歯2本をセラミックを入れました。そして歯茎が赤くなっているということで、見てほしいということで顕微鏡にて審査をいたします。数日前に入れたものです。赤くなるということは炎症性のものですから、食べかすプラークがついていることが予想されます。そしてここの部分のセラミックの間を拡大して見てみたいと思います。器具をこの境目に入れると段差がこのように感じられます。人工物と天然の歯、材質違いますから、当然このような段差が起こります。あとはその段差が歯茎の下に入って見えないかということで、皆さんはほとんどわからないと思います。ここに段差があり、歯茎をちょっと下げるとここに段差があります。当然ここにはプラーク、細菌が付着、増殖、たまるわけです。ここにも段差があります。そのためにこのように歯茎が赤く炎症を起こしてしまいます。こちらも同じような感じです。